海と日本プロジェクト in 福島。今も原発事故の影響を受ける福島県の海、そんな中復興へ動き始めたある漁師さんを紹介します。6月の早朝、南相馬市鹿島区にある間野川漁港です。原発事故の後、7年ぶりとなるアワビ漁が行われました。放射性物質の影響などを調べる試験操業です。高級食材として東京の築地市場でも評判だったアワビですが、原発事故の後、この地区では漁を自粛していました。海に潜るのも気持ちいいんでね。福島の海で原発事故の翌年から行われている試験操業。2015年の4月以降、国の基準値を超えるケースはなく、安全が確認されています。今では国が出荷を制限する10の魚種を除く全ての魚介類が水揚げできます。しかし去年1年間に水揚げされたのは震災前のわずか 8% にとどまっているのが現状です。モニタリング検査を継続いたしまして、出荷制限の解除を進めてですね、安全を確認して広報していくこと、本県水産物の競争力の強化を確保して水揚げ量の増加につなげていきたいと考えております。家族とともに南相馬市で暮らす平さん、未来を担う子どもたちのためにも福島の漁業が元のように活気づくことを願っています。やっぱり私の到達点は震災前のような漁ができることでしょうね。それが一番の私の今の望みです。風評などさまざまな課題がありますが、一歩一歩歩みを進めて福島の海、そして漁が元の姿を取り戻すことを願っています。